今日またちょっと黄色の点灯になってしまいました。そうですね、はい、社長今のお気持ちちょっとお聞かせいただいてよろしいですか。いやもう緊急事態もですね、宣言も解除されまして、本当に心新たに新春を迎えれるかなと言っているところでですね、本当にもう年末年始は本当にコロナ前の 60% ぐらいのお客さん、日に3000人のお客様が来てくださってですね、通天閣もそうですけれども地域も非常に、潤ってただけに、本当に急なこの感染拡大でですね、本当にもう動揺してるというか、なぜこんなにね広がってるのかって言ってるところで、この先本当にねどうなるのかいうのがどんどん不安でいっぱいですね。なるほど。